コンパクトハッチバックの先駆者ホンダシビックがフルモデルチェンジ。今回8世代目となる市民の車はどのような進化があったのか検証します。新車ファイル車の壺、今日はホンダシビックの8世代目ですよ。そうです ね8世代目、ずいぶん時間が経ったなと思うんですけれども、もともとシビックって最初に出たのがね、1972年ですから、実はフォルクスワーゲンのゴルフってハッチバックの代表選手みたいな車あるでしょ、あれがね、1974年なんですよ。だからシビックはゴルフより2年早く初代が出てるんですね。FF ハッチバックのまさに世界的な先駆けだったわけですね。そうですそうです、で今回8代目になってね、何が変わったかというと、もう見てびっくり、すごく大きくなった、3ナンバーサイズになった、ね、ですごく立派になった、それが一つ、あとは、日本ではこの4ドアセダンのみなんですよ。そこかな、すごく残念ですよね、当然ね、シビックって世界中160カ国で売ってる車なんで、3ドアハッチバック、5ドアハッチバック、2ドアクーペ、そして4ドアセダンってね、いろんなボディタイプが用意されているんだけれども、この我々の住む日本では、とりあえずフォードはセダンだけということで、そこら辺なんでなのかななんて思いますけどね。大きなセダンの方が需要があるっていうことなんでしょうけどもね、でもね、うちなんかね、実家がその初代シビックに乗せたわけですよ、ね、でハッチバックでさ、使い勝手よくてさ、でスキーなんか行くときにね、子供をね、2人ね、おちょっとタイヤ滑るから前に乗れなんてボンネットに乗ったりしてさ、そういう思い出のあるシビックなだけにね。僕もね、3代目のワンダーシビックでね、友達と5人乗ってですよ、蔵王までスキーに行ったことがある。で大丈夫だった？でね、荷物なんか詰めないから前膝の上乗っけとけとかね、スキー靴は床のところに置いたりね、それでもなんとか使えて、ですごくコンパクトでなんか楽しくて、そういうのが僕にとってのシビックなんでね。なるほど。ちょっとやっぱり正直言って今回のシビックはね、違和感ありありなんだよね。ちょっとアコードみたいな感じですもんね。まさにそこだよね。そうか。でもそのあたりをね、どう考えてこういう進化を遂げていったのかっていうのは興味ありますね。そこら辺をね、じっくり聞いてみたいなと思いますね。はい、今週はシビック、なんか窓が平べったいですね。デザインがね、ぐーっと寝た感じになりました。そのね、Aピラー、フロントスクリーンのね、すっごく強く傾斜したね、形がこの車の一番の特徴ですね。なるほどね。はい、そろそろお二人のツボは今週は決まったでしょうか。はい、はい、それでは参りましょう。車のツボスタートです。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。早速ホンダシビックのツボを発表してもらいましょう。まずは岡崎さんからジャーナリストとしてのツボの発表お願いします。はい、今回は日本に最良と、クエスチョンマークついてるわけなんですけどね、ホンダの車作りというのは、地域最適化という、それがホンダの思想だと言ってるわけですね。要するに日本には日本に合ったものを、アメリカにはアメリカ、ヨーロッパにはヨーロッパと、それぞれ提供していくのがホンダの車作りの基本理念であると、言ってるわけなんですけれども、だとすれば果たして今回ちょっとこう大きくなったね、このシビックが日本に最良なのか、大きくなったらいいと思いますよ。ベーシックカーっていうからには、僕らそのね、その生活の中でどういうものを求めているのか、もしかしたら我々がもっともっといいものを求めるようになったとしたら、大きくなって立派になるのはいいことなんですよ。でそれがじゃあ今の日本の我々の生活の中で果たして最良なのかというところを検証していきたいと思いますね。はい、さあ続きまして小森屋さんからはユーザー代表としてのツボの発表をお願いします。はい、僕のツボは今回こちらです。その地域で最良のものを提供するという考え方からすれば、これは単なるね、ホンダファンのわがままなんですが、やっぱりハッチバックというイメージがありつつ、それから例えばね、ホンダのハッチバックって非常に使い勝手のいいコンパクトだったっていうイメージがあるわけですよ。よく走り、そしてよく荷物も詰め、みんなで遊ぶために最適、これがこのフォードセダン大きくなったけれども、それによって何か損なわれるんじゃないのかななんていうことをちょっと思ったりして、だからそのあたりをメーカーはどう考えているのか、もしくは今後そのハッチバックの展開なんてのはあるのか、前作のねタイプ R のように向こうでは作っていたものをこう逆輸入のように持ってきて特別版で出してくれるようなことがあるのかどうか、ちょっと聞いてみたいですね。はい、さあお二人のツボが決定したところで、本日のお客様ご紹介しましょう。
株式会社ホンダ技術研究所車体開発責任者の合田末雄さん、そしてエンジン設計責任者の笠井康明さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、ホンダシビックの特徴をメーカーの方に伺います。3つのセールスポイントです。合田さん、お願いします。今度の新型シビックはスタイリング、パッケージ、走行性能、この3つを新しい発想と革新的技術で進化させ、その人の感性に訴えかけるクオリティ、センシャスクオリティを徹底的に追求しました。まずスタイリングですが、エクステリアデザインのコンセプトはスポーティーモノフォルムとし、豊かに流れるアッパーボディとソリッドで力強いロアボディを融合させ、どこにもない先進性とスポーティー性を表現しました。次にパッケージの考え方としては、ドライバーのために新しく使いやすいインターフェースの提案を目指しました。インテリアのデザインコンセプトはマルチプレックスコックピットです。機能をドライバー中心の新構成とし、運転のしやすさを追求し、新しい感覚のインテリア空間を実現しました。最後に走行性能ですが、新開発かつ 1.8 リッター iVTEC エンジンがもたらすレスポンスの良い加速感、リニアでダイレクト感のあるハンドリング、加速と一体感のあるエンジンサウンドを実現しております。8代目となります新型シビックは、これまでのシビックの良いところである革新パッケージと環境安全性能をさらに進化させ、エモーショナルデザインとホンダらしい走りで花をつけたいと考えました。どうぞよろしくお願いします。はい、後藤さん、ありがとうございました。さあ、このホンダシビックに五郎さんが試乗してますが、今回のポイントは？これだけのね、大きな車になりましたよ、うん、ですごく立派に見える、うん、もうこれアコード並みですね、前の。 そう考えると、まあ、本当に走りの快適性がどこまで上がったかというのは一つ重要なポイントですし、うん、はい、あともう一点、大きくなったことによってシビックが持っていたこう楽しい走りというのがね、うんうんうん、どれだけ保たれているのか、それともスポイルされているのか、うんうん、というのが、まあ、気になるところだったんで、はい、実際に試乗して確かめてますので、 VTR ご覧ください。このシビックはアコードって言い間違えちゃうぐらいね、すごく大きな立派な車になったんですけれども、まあ、こうして乗ってみてもそういう印象は随分ありますね。で、本当にまあゆったりと、高速道路流してると、快適だなと思いながら今乗ってるんですけど、昔のシビックなんかはもうちょっとそのうるさかったり乗り心地が悪かったりして、それでもなんかシビックだから結構許せるなというか、その代わりこう楽しいなみたいなのがあったんですけども、このシビックはそういう感じではないですね。新型シビックはエンジンをはじめとしてサスペンションなんかも大幅に全く新しく作り直して登場しました。そこで足回り、ハンドリング、そしてエンジン、いろんなところの実力を検証していきたいと思います。直進安定性はとっても高いです、まあ、大きくなったということ、まあ、全長もホイールベースも伸びて、車自体がまっすぐ走る性能というのを高めてきたということに加えて、サスペンションの設定なんかも、キャストアングルを大きくとって非常にこう車がどっしりとまっすぐ走るような方向性を、強めてきてるなと思いますね。で、このステアリングにしても真ん中、直進の時のこの中央付近がピシッと締まっていて、すごく安心はできます。ただそのこの中央付近からちょっと切っていった時のこの動きが割と速いもんですから、高速道路で視線をこう遠くへ置かないとちょっとその運転しづらい面はあるかと思います。まあ、人によってその癖なんですけれども、近くを見て運転しちゃう人は割とこう車をね、小刻みに動かすようなそういう修正段になりがちなんで、できるだけ遠くを見て運転すると、その方がこの車はまっすぐ走りますね。このボディが結構しっかりしてるものですから、路面の強い入力、段差なんかを乗り越えた時のその振動の角の丸まり方、それから振動の収まり方、両方ともよくできてます。この路面の継ぎ目ぐらいだったら非常にこう気持ちよくタタンとこう乗り越えていくと、ただもう少し、
段差がきつくなってくるとリア側のいなしが足りないというか、割とそのフロントよりもリアから突き上げが気になってくると、ここら辺ももう少しこうレベルアップをするともっともっと快適性は上がってくると思います。この 1.8 リッター全く新しいエンジンで、何を重視しているかというとやはり燃費ですよね。で燃費を重視しつつ、まあ、2リッター並みの走行性能を誇ると、そこら辺がまあ狙いなんでしょう。でそれはもう間違いなく達成されていると僕は思います。でホンダエンジンというとさらにプラスアルファとして楽しさとか、あとホンダエンジンらしいそのすごくこうスポーティーに回る感覚というものも当然期待してしまうんですが、この車はこうアクセルを深く踏んでった時のフィーリング、なかなか気持ちがいいです。ただ一つ気になるのが常用域2000回転から3000回転あたりでのちょっとしたこう微振動ですね。それがステアリングを通して伝わってくる。これをもしピシッと抑えることができれば、もう本当にあの手放しで素晴らしいエンジンですねと言えるようになります。新型シビックは上にデジタル式のスピードメーター、下にアナログ式のタコメーターと、非常にあの斬新な2段式のレイアウトを持つメーターパネルを持っているんですけれども、これだけ斬新だとやはり気になるのが視認性ですね。ここで実際に走ってみて確かめてみました。このインパネはアイデアとしてはすごく斬新だと思うんですけれども、ちょっとその表現方法が過激に過ぎたのかなと思ってます。でこのタコメーター手前にあるこのグラフィック、それから色使いがちょっと派手すぎやしないかなと、この外観は割とおとなしいもんですから、それと比べるとそのこのメーターのところだけが嫌にこう浮いてしまっているような感じがします。でこの2段になっているということは、まあ、視認性の上ではそう思ったほど悪くはないです。ただその体型によって人それぞれポジションは変わってきますから、そうなるとこのステアリングホイールがメーターに干渉してきてしまう可能性は大いにあるんじゃないかなと。僕は今のポジションで両方バッチリ見えてますけれども、ただこのトリップメーターですね、ちょっと切れてしまってますね。あと乗ってて気になるのがこのステアリングなんです。これも非常にこう、SF 的なデザインなんですが、ステアリングを持って裏にこう指を回すと、そうするとこの硬いところに指先が触れるんですね。でこれはちょっとあまり気分のいいものではなくて、やはりこの手の触れるところはそのもうちょっと触り心地みたいなものに配慮してほしかったですね。シビックというと走って楽しい車、ワインディングロードをキビキビと走る車というイメージがあるんですが、この一回り大きくなった新型シビックにもその DNA は受け継がれているんでしょうか。これは予想以上にスポーティーなハンドリングの車ですね。ハンドルを切り込んでいった時のノーズの動きなんかはすごく、俊敏かつ素直で、曲がりくねったカーブが連続する道を、小気味よくリズミカルに走っていける、そこら辺はやっぱり、こういうね、サイズとか、キャラクターの車になったとはいえシビックらしさがしっかりと残ってるなと思いますね。本当にスポーティーさとそれから扱いやすさの、バランスがいい車だなと思います。でこのソーダフィールなんかもかなり、路面とタイヤの状況を素直に伝えてきてくれるので、思い切ってそのコーラーに入っていけますよね。運転するのがすごく楽しい、でコーナーを曲がるのも楽しい、そういう車です。このエンジンはしっかりとトルクが実用域出てますね。でこの時、3000をちょっと超えたあたりで音が一瞬高まる部分があるんですけれども、
そこを除くと全体的にも静かですし、まあ上まで回していった時のその音の濁りがホンダエンジンとしてはもう一頑張りかなと思うんですが、まあそれはあのホンダエンジンに対する期待度の高さということで、まあ絶対的に考えると音にも十分合格点がつくだろうと思います。この AT は随分あのよくできていて、変速のスピード、それから変速のショック、この相反するものを高いレベルで両立していると思います。ただまあこれぐらいあのいい AT、 それから、しっかりしたエンジンということを考えて、あとハンドリングの良さも考えると、まあパドルシフトあるいはマニュアルで操作できるシーケンシャル式のシフトゲート、そのどちらかがあっても良かったんじゃないかなと思いますね。あの今のままだとなかなかそのこれだけよく走るのに、普通の AT ということで、走りの良さを、十分に引き出せないであるとか、あと走ってる雰囲気が、まあ、ちょっと普通な感じになってしまうということで損をしていると思うので、まあ、マニュアルモードというものを今後その付け加えるということを検討してもいいと思いますね。うん、非常に警戒感ある雰囲気でしたね。走りはね、うん、あの思ったよりもこう楽しくてね、スポーティーに走れたなっていう。でもね、確かにその日本である以上そのオートマチックトランスミッションがほとんどですから、うん、いわゆるセミオートマに近いような、もっとスポーツマインドのあるミッションだったらよかったなと。それはあの、うん、シーケンシャルとかね、まあ、あのパドルとかそういうものはあの加藤さん検討はされたんですか？まあ、あの検討はしましたけれども、ええ、まあ、最初のモデルとしては、ええ、まあ、つけてつけられないことはない。まあまあそうですよね。あのいや、つけてつけられないことないんだったらつけてほしかったなと思うんですけど、うん、微妙な発言ですよ。最初のモデルとしては、ね、まあ、うん、もしかしたらつくんでしょうけど、いや、というのもなぜそう思ったかというと、走りが結構スポーティーだったんですよ、うん、で、小田さん、この車は結構こう見えてもよく走るぞみたいなね、こう見えてもっていうのはあれですけど、なんかそのスポーティーな走りをかなり意識されたと思うんですけども、はい、走りとしてはですね、まずこのエンジン、新しい VTEC iVTEC エンジンから来る加速のフィーリングですね、それをリニアな感じに、うん、リニアで伸びのよくという演出をしています、うん、そしてハンドリング、次にハンドリングですね、これはリニアでダイレクト感になると言いましたけれども、うん、やはりこうまずハンドルを切った時のキレの良さっていうものをしっかり演出して、うん、スポーティーな感じを演出したいと、うん、多少その、ね、路面の傾斜とかに敏感な部分も逆にあったんですけれども、はい、それぐらいスポーティーな味をこう重視したなという意味では、はい、シーケンシャルかパドルあった方がいいんじゃないですかね。まあそうですかね、どうですか今後それは。まあそれはもう皆様の声と、ということで、皆様の声ということで、あとお客様相談室の番号ね、そうね、お客様相談室で電話ればいいわけですねそれはね、欲しければ。でも確かにね、そのホンダというとそういう軽くて小さくて小気味のいいというね、うん、その小気味のいい部分をまあ体現されている、それがボディサイズが大きくなったのにと、うん、いうことは、やっぱり足回りなんかも相当苦労されてたりするんでしょうね。いや、足回りは、うん、多分これ随分こう幅が広くなったことは聞いてるんじゃないですかね、はい、この新しいデザインからですね、タイヤを四隅に配置するというところで、うん、ホイールベースを長くして、うん、トレッドを広くして、うん、でまあ、その結果生まれてくるものが、コーナリング中の車両の安定性とかですね、うんうん、高速の直進性とか、こういうところに非常に車が安心して乗ってられるような、ものとしております、うん、なるほど。やっぱトレッドは効いてくるんですよ。だってこうガッとやった方が安定するでしょ、うんうんうん、もうちょっとの違い結構効いてくるスタンスがね、うん、さあ笠井さんいらっしゃるんでエンジンをね、そうですね、ちょっとこれボンネットを開けていただけますか。このエンジンはこのクラスのホンダのエンジンとしては久々ですよね。そうですね、オールニューということでは、はいはい、このエンジン の, その開発の狙いというのはどんなところにありますか。まあ、今回 1.5 リッタークラスまではフィットがあります、はい、それから2リッタークラス以上になるとアコードがありますということで、まあ、その中間 1.8 リッターというところをちょうど間を埋める新しいエンジンということで、まあ20年ぶりに20数年以上はいはい、古い骨格をオールニューで開発しました。今までは僕が乗ってた3代目シビックの時 の, ZC と言われてたエンジンのこう成長版で来たわけですよね。そうですね、今までは、はい、
でこうガーンと変わって、iVTEC という、まあ、あのインテグレートVTECですか、はいはい、言われてますけど、この、システムの、その簡単になんですけれども、VTEC っていうのは、まあ、インテグラで、まあ、15、6年以上前にもう、はいはい、最初に出しましたけれども、動脈系のバルブのですね、その開くタイミング閉じるタイミングを、今回はずらして、やっております。で、まあ、従来の VTEC と違うところはですね、まあ、今回4バルブで、それで吸気のバルブの一つをですね、の閉じるタイミングを、まあ、60度ぐらい、少し遅くしてですね、でそれと同時に、今回から電スロットル、まあ、DBW と言ってますけど、電スロットルのバタフライの角度を少し余計に開いてやって、うん、ポンピングロスを減らしてですね、要するにそうすると昔の VTEC は高回転高出力のスポーティーなエンジンっていうのが、まあ、結構僕らは ね、そういうイメージあるけれども、うん、これはどっちかというとその環境とか燃費とかにこう重点を当てた、ね、はい、VTEC という、まあ、従来はまあ5000回転ぐらいで切り替えるとですね、そのカムをまあ低いカムから高いカムに切り替えて高出力を出していたと、うんうん、まあ、今回はそういうのはなくて、一つのカムの方を、まあ、タイミングをずらすと。そうですね、まあ、15も17で、でも今回 12.7 で、そのちょっとね、乖離がね、大きいのが僕気になるんで、そこら辺をもっとこう近づけるか、あるいは10-15モード自体が時代遅れですか、今。まあ、モード燃費っていうのはもう決まったモードを、まあ、いかにこうスムーズにというかですね、そのペダルを動かさない、まあ、エアコンもつけないでね、測るんですかね、今時あれはちょっとその、まあ、僕は測り方問題ありだなと思うな。まあ、燃費に一番効くのは、そのスロットルのこうバタつきですね、ペダルのですね、それをいかにこう動かさないで運転するかがもう燃費でかなり変わってきますから。本田さんなんかも実用燃費をこのぐらいですっていうか、あれもモード燃費とは別にね、ハトルク乗っけるぐらいのことはしてもいいんじゃないかななんて思いますよね。まあ、実用燃費の方も今回かなり、進化させて向上させておりますけども、はい、自信が、ね、あるでしょうからね、ぜひね、はい、まあ、進化したエンジンの話をいただいたところで一度 CM 行きましょう。はい、さっきね、ちょっと椅子に座りながら眺めてみたら、この低い位置からパーって流れるようなラインがすごい斬新だなと思ったんですよ、ね、僕はシビックを初めて見た時、うわ、なんて普通のデザインなのと思ったわけ。あ、これを？でもね、いろんな人に聞いてみると賛否両論で、いや、かっこいいよっていうのと、いや、あれ平凡でダメっていう人といてね、いろいろ考えてたんだけど、実は今回ロケでね、はいはい、こう結構晴れてたわけよ、そうするとここに光が当たって、ここら辺のね、なんかすごくね、この造形が光が当たると浮き出てくる。今日もね、照明さん頑張ってくれてこれ出してくれてるんだけども、でもね、曇ってる日とか見るとあんまりこのハイライトが出なくてね、普通の形になっちゃうのね。そこら辺が多分こう賛否両論分かれてるとこ理由だと思うんですよね、やっぱり北米で受けてるあのカリフォルニアの太陽にパーンと当たっていいようにできてるんでしょ、そうですね、北米中心ということではありません、日本には日本のデザインとして、フロントのデザイン、リアのデザインとして、全体をコーディネートしています。若干北米仕様と違うらしいですね。違いますね、はい、ただまあ全体的に見るとそのやっぱりね、カリフォルニアで見るとね、ホンダ車この車に限らずかっこいいんですよ。いや、光が当たるとかっこいいね。でこの特徴がこの A ピラーですよ、はい、A ピラーがガーンとこう寝てて、まあ、前のよく A ピラーが寝てるっていう車はここを同じでこっちを下げてたのね。はあはあはあ、でも今ここを一定でこれを前に伸ばして結果的に寝るという形が増えてきましたね。うん、そうですね。このデザインをですね、まず、流れるようなアッパーボディというところで、それを作るためにそのデザインをするのに、フロントのこのガラスの型をですね、260ミリ前に出しています。で、まあ、それに伴って、この傾斜もスポーティーなこの流れるラインを作って、ただ結果的にその前に、出しているということで、この、A ピラーの頭の部分ですね、見えるところも、前に出てますから、室内の空間としては、その乗降性を含めてですね、非常に違和感のないように、しております。で、それがパッケージとデザインが融合できたというふうに思ってます。まあ、でもこんだけ寝てるとね、気になるのは乗降性みたいなところ、はいはいはい、でもちょっと実際座ってね、そこら辺をチェックしてみようかなと。森谷さん座ってみてもらいます。ス、はいはい、ーッとこう乗り込めるかどうか。まあ確かにね、多少こうありますけども、もう前に座ってる限りはほとんど問題ないですよ。今乗り込んだ時は頭はこの辺だったですね。そうそうそう、多少ね、こうするかなっていうぐらいで首横にするけれども、まあでも気にならないといえば気にならないですね。ただこれやっぱり中は結構ね、
気遣って作ってるんじゃないかなって。もうこれなんか何ですか、これサイドブレーキでしょ。そうですね、はい、新しく開発しました。で変わったデザイン、あとはね、やっぱなんといってもメーターなんだけれども、うん、ディレクターさんでね、座高1メートルの人がいて、あこれそう彼は、はいはいはい、どっちかに合わせるとどっちか見えなくなるとね、タコメーターと回転って言ってたんですけれども、うん、これはでもいろんな身長の人、体型の人でテストはしてるんですよね、はい、そのためにですね、ステアリングは、チルトだけではなく、従来のチルトだけではなくてテレスコ、前手前に引けるものですね、うん、前後に、それと、シートの配当量もですね、量産現行の、20ミリから、うん、50ミリと上げましてですね、体型の小さい人から大きい人まで、うん、幅広くその位置、ステアリングの位置が合わせられるように、工夫して。彼はちょっとね、どれか一つ調整がするのが足りなかったかもしれないですけど、ね、まあ、じゃあ今度僕は後ろの席に座ってみようと思うんですけど、はいはいはい、まず広さ的にはもう相当です、十分だし、うん、シートの座り心地もとってもいいですね。でリアのシートベルトも全て3点式がついているということで、うんうんうん、あととってもいいのが映るかな、これここのセンタートンネルのところ、うん、ここがね平らなんですね。センタートンネルがないんで、うん、これはすごくいいなと思います。とっても広々感があって、うん、いい感じの居心地だなと思いますね。ただね、僕ちょっと気になったのが、うん、乗り降りの時なんですけど、これね、どのくらいのドア、どのくらいまでドア開けたら降りられるかなと思った時に、はあはあはあ、確かめてみると、これね、ここだともう足が出ないんですね。あ、ここだ、うん、カメラが映るかな、この微妙なところなんですけど、うん、ここにね、コンソールが大きめについてますよね。そうそう、でこのくらいだとちょっと足がもうこれで抜けないんで、このくらいは開けないとダメなんですよ。でここからこうして降りると、まあなんとかこのくらいで降りられるんだけども、このぐらいか、この状態だとかなり開けないと乗り降りできない。確かに車検パーキングだといっぱいいっぱいかもしれない、ね、ということは、大田さん、これ1700こう超えてきて、幅がね、随分大きくなっただけじゃなくて、割とその日本に最良化っていうねことでいくと、ここら辺のその乗降性みたいな点では日本で使う分には重要なんで、うん、ちょっとここら辺はシビックとしては工夫が足んなかったのかなと思うんですけれどもね、うん、こちらはですね、そちらにポケットがございますけど、そちらはこれですね。そうですね、はいはい、そちらはボトル、ペットボトルも入れられるようにと、リア席でもペットボトルを置いて飲みたいという方もいらっしゃいますから、多分ね、ここのボトルはいいんですけれども、ここのあたりをもっと大胆にこうグッとえぐったりなんかすると、もうちょっと良くなったでしょうね。下のえぐりをですね、そういった意味で足抜き性を良くするためにですね、乗降の時の足抜き性を良くするために下のえぐりを入れてですね、まあどちらもそのペットボトルを置きたいという人と両立させようという狙いでやった。あそこね、もうちょっとえぐるともしかしたら良かったでしょうね。あとはまあトランクなんか当然そのこれ見るからに大きそうなんですけれども、まあ開けるとかなりそれ以上に大きく見えるなと。これやっぱりね、ゴルファーとしては相当でかいなと思うわけですよ、うん、これはキャディバッグが4つ入ります。4つ入ります。4つ入り、うん、シビックでキャディバッグ4つですよ、ゴロさん、うん、まあ外、まあこれね、ヒンジがねこのタイプなんで、うん、ちょっとこの荷物を閉めるときにね潰さないように気をつけなきゃいけないんですけれども、うん、ダブルヒンジと比べてこれのいいところは非常に軽く上下するということですかね、まあ、そこら辺の違いがあることは一つ覚えておいてもいいんじゃないかなと。ここでハッチバックがあったらもっと詰めて、もっとこうデザインも流線形になるのかななんて思ったりしながら、うん、CM です。クルツボナビのコーナーです。今週は五郎さん、何でしょうか。はい、実はこれなんですね、はい、60、これは法定最高速度というやつなんですけれども、はい、日本では60キロしか出しちゃいけないことになってるし、そうですね、速度の表示がないところは、ね、実はね、それがね、これ80ということで、日本では今まで60とされてきたんですけれども、栃木県の一部区間、まあ、宇都宮の近くの国道119号線なんですけれども、うん、法定最高速度が60キロから80キロに引き上げられたと。これはまあ、一般道では日本で初めてということなんですね、うんうん。でまあ、実際それなんでそうなったかというと、うん、今までは、60キロ制限だったんだけれども80キロぐらいでみんな流れていた、うん、でも事故は起きなかったから、だったら実際速度に合わせ
ましょうということで80に引き上げられたんですね、うん、これは栃木県だけがそれを成し得たわけですか。これ法定っていうからには僕は法律で決まってるものと思ってたんですけれども、うん、実は各あの自治体の、うん、公安委員会が自ら その判断で変えられるということで、そうですから、まあ、あの県単位で、ね、変えられるそうなんですよ。だったらもっとやったらいいのにね。あの中にはね、うん、本当にあの こんな道は80ぐらいじゃないと、うん、ちょっとこうおかしいなっていう、ね、あるでしょ。だって神奈川が40キロですよ、うん、おかしいと思いませんか。でそういうところでね、もう捕まった人なんか怒っちゃうわけ、なんでみんな俺だけ捕まったのと、うん、そうでしょ。でそういう意味では今回 その栃木のね、うん、試みっていうのはすごく僕はいいことだと思うんですよ、うん、で、まあ、そもそも60キロという法定最高速度自体が、うん、1947年はこれはもう58年前ですよ。で当時は国道1号線も砂利道だったというね、うん、とおじいちゃんは言ってましたけれども、それだったら確かにね、うん、60キロ限界だわ。で今だとね、うん、もう舗装になって信号もついて車の性能も上がって、うん、それなのになぜ60キロのままなのっていうのがね、うん、あの素直な考えなんですけれども、うん、まあ、僕は何もその全体的にもっと上げろと言ってるんじゃなくて、うんうんうん、もっと裏道なんかはね思い切って下げちゃってもいいと思う。30のとこ20でも、うんうんうん、はい、なんて結構裏道ガンガン飛ばしてる車あるでしょ、ね、そういうところでこそあのもっとネズミ取りをね、うん、あの速度取り締まりやるべきだし、ね、もっとメリハリをつけると、うんうん、そういうことが大事だと思うんで、僕は今回の動きはね、うん、そのメリハリという意味では、うん、相当あの注目すべきことだと思うんです ね、 そうですね。だから本当に必要な速度というものをねやっぱりみんなで考えていったらいいと思うんですよ、うん、でぜひせっかくこういう番組を我々もやってるんですから、うん、視聴者の皆さんもですねあのインターネットでも、うん、で、うん、何でもいいですからね、この法定速度についてのご意見というのをいろいろいただいて、うん、今後もっと、ね、深く掘り下げて考えてみたいと思いますね、うん、はい、今週のナビは制限速度を考えるでした。続いては車の壺からのプレゼントです。自動車専門誌のカーン&ドライバー、カミオン、ザ・マイ・カー、新車王、トレンドワゴン、ドライバー、ナビ、ニューモデルマガジン X、 ホリデーオート、モーターファン別冊、モーターマガジン、以上11紙の中からご希望の雑誌を抽選で110名の方に無料でお送りします。続いてのプレゼントはこちらです。 TVK で27年間続いた三本和彦さんの新車情報が DVD となって帰ってきます。番組で紹介した過去3年間の国産車からご覧の6タイトルがセレクトされ、全国レコード店にて発売中です。番組ではこの DVD を全6タイトルをセットにしまして5名の方にプレゼントいたします。お申し込み方法は郵便はがきにご希望の雑誌名または新車情報 DVD とお書きの上、住所、氏名、電話番号、そして番組に対するご意見ご希望をお書き添えの上、ご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK のホームページまでアクセスしてください。なお発表は商品の発送をもって返させていただきます。また皆さんから車に関する質問、そして壺に選定してほしい項目も募集しています。おはがき、E メールお待ちしています。まあね、うん、僕は今回日本に最良、はい、ということで、うん、この車がシビック、市民の車ですね、うん、日本のベーシックカーとして、これでもう本当にもうベストなのかっていうところをね、うんうん、あの見てみたんですけれども、はい、やっぱりまああのちょっとサイズが大きくなって、うん、幅は特にミラーとミラー2メーターを超えてきたということで、まああの普通の道を普通に走ってる限りはいいんだけれども、特にねあの乗り降りのあたりなんかは厳しいなと思いましたね、うん、あのですから、まあ、幅が広くなるというのは今の流れなんですけれども、だとするとちょっとあのドアをね、例えばダブルヒンジにしてこうじゃなくてこういうふうに開くようになるとか、あと足の抜けを良くするためにもっと大胆にえぐりを入れるとか、うん、そこら辺 その日本人のためのシビックということをなんかもうちょっとはっきりと形に見えるようにしてあの見せてほしかったなとは思いましたね。そこら辺小田さんいかがですか。あのその辺はですね、今後あの検討していきたいと思います、うん、やっぱりシビックはね日本人 その、うん、なんかすごくこう誇りに思っているブランドの一つだと思うんでね、うん、あのこのあのこの車はですね、うん、やはりあのやはりあのまず、まあ、3ナンバーということで、うん、あの今回出しておりますけれども、まあ、世の中に3ナンバーという車はたくさんありますから、うん、まあ、それに対して、市場としてのは受け入れていただけるんではないかなというもので考えました、うんうん、そしてこの質感と走りと、うん、もうはっきりと車格をきちんと上げてですね、うん、あのお客様に喜んでもらえるもの、うん、これを演出しましたので、うん、あのこれはあのその3番ナンバーという
ことを考えても十分受け入れていただけるんじゃないかというふうに考えております、うんうんうん、さあ続いて小森屋さんのハッチバックはいずこへだったんですけれども、はいうん、デザインからいくとね、この後ろ回りのデザインをもう一回よくよく見てみると隙がないなと、うん、結構ねしっかりギリギリに作ってあるんですよね。だからこのままでもハッチバックの必要ないのかなっていう僕もね一見思うんです。で多分自信が相当終わりだと思うんですよねこの辺り、うん、ただ一つだけ単純にファンの意見として、まあその冒頭でも言いました、タイプ R のね、まあ、イギリスで作られたのが日本に持ってきたとか、20年前僕が大学の頃にやったアコードのアメリカのステーションワゴンみたいな、うんあれなんてすごい使い勝手よくて最高だった。それはね、うん、これだからこそできるんじゃないかなと思うんですよ。こういうのって次にね、まあ、マイナーチェンジでもいいですけど出してくるって可能性はないんですかね。その辺はちょっとお答え難しいですよね、このまずはですね、今我々がこの日本の市場を見てフォードアセダンというものに集中して開発をしてきました、うんですから、まあ、これ以外にほかの地域で5ドアとかございますけれども、そういったものも含めてですね、まずこのフォードアセダンをきちんと、はいねうん日本の市場で見ていただいて、それから目覚めはいつも君が先、気だるい私を許してね、熱いコーヒーに報いに提供でお送り。